イライラが続いてるので書かせてもらうね。私の勤務先は一般企業の本社じゃなくて支社。地方都市のオフィス街の雑居ビルの中に事務所がある。雑居ビルといってもバスへの飲み屋街のビルではなく、いろんな会社が入ってるだけで綺麗な高層ビル。でも自社ビルじゃないから誰でも入ってこれて、受付もセキュリティゲートもないから、セーフレディや営業の訪問の来ること来ること。私は、ただの事務員で、男性の営業マンが出払ってる昼間は、ほとんど一人。受付嬢ではないけど、宅配便が来れば私が出ていくし、来客も対応してる。人材派遣会社、オフィスの置き方、水の販売、弁当屋、近隣の飲食店の営業、法人向けオフィス用品の営業、保険や車の営業が多い。チラシや名刺を置いていくだけの会社には不満はないんだけど、最近、ずうずうしい営業が増えている。その営業マンの会社としては、日中サボってるんじゃないか。適当に日報を書いてるんじゃないか。本当に客先を訪問して営業したかの裏付けのために、訪問先の会社の封筒をもらってこいという指示が出てるところが頻繁にある。受付の人の名刺だと個人情報の関係でもらいにくいし、訪問した企業の会社案内のパンフレットだとめったやたら配れるほど安くないからだと思う。うちの会社の企業案内のパンフレット一式も上質の紙で一式100円以上のコストがかかってるって聞いたし、業務で頻繁に使う会社名が入った封筒ならコストも安いので結構簡単にもらえるだろうと見越してか、営業が来てある程度説明を受けて、特に需要がないので名刺とチラシだけ置いてってと言うと、大変申し訳ないのですが御社の封筒を一通いただけませんかと封筒を要求する営業マンが多い。自分の会社に戻って上司に提出させられてるらしい。ちゃんとした、礼儀正しい営業マンであれば、こちらも、封筒一通くらいあげてる。だけど、最近、失礼な営業が増えている。こんにちは。封筒ください。私が電話対応中だったりして、たまたま事務所に戻ってた男性社員は、びっくりして、封筒を渡してしまう。どこの誰かも名乗りもせず、挨拶もせず、封筒をもらってさっさと帰る。私が対応するときは、そんな奴には、なんで見ず知らずのあなたに、当社の封筒をあげなきゃいけないんですか？もらわないと上司に怒られるんで。そんなの、当社の知ったこっちゃないですよ。どうしたら封筒くれるんですか？封筒なんて、その辺のコンビニで買えば？そうじゃなくて、お宅の会社名が入ってる、封筒じゃないとダメなんです。封筒だってただじゃないんです。挨拶もせず、見ず知らずの他人に、なぜ、無償で提供しなきゃいけないの？お金払えばいいんですか？10円くらいですよね？払いますよ。そういう意味じゃないんです。名刺をください。私から、あなたの上司に話をします。そんなことしたら、俺が怒られるじゃないですか。だったらお引き取りください。封筒は差し上げません。すると、ものすごい音と勢いで、ドアを閉めて去っていく。こんな非常識な奴が営業なんて、一体、どんな会社か、ぜひとも知りたいのに、絶対に、名刺は置いていかない。お忙しいところすみません。から始まって、丁寧に挨拶をして、名刺を出して名乗り、訪問の要件をきちんと話せば、封筒くらいちゃんとあげるのに、失礼な封筒くれくれのやからが、平均すると、月に2回くらい来るんだけど。封筒くれくれって、全国的にあるの？私の住んでる地方都市だけ？